効果原稿カード論、アニュアセジュームだよ、皆さん。今回の動画では NiziU のテイクアピクチャーのダンスパフォーマンスビデオを見てみたいと思います。私は、明洞に行ってきましたね。友達に会いに。それで、今、着いて、これを皆さんと一緒に見てみたいと思います。そして、この後に私が NiziU の情報を伝えることがありますので、最後まで見てくださったら、はい、嬉しいと思います。では、一緒に見てみましょうか。では、Let's go, let's go. おお。完全にダンスのための衣装ですね。おお。いやー、マッコさん、やっぱりいいですね。やっぱり上手、なんだか。おお。いいなぁ。おお。なんていうかな、チームワークがどんどん皆さん、前と比べたら、もっと合うようになったんじゃないですか。本当にチームになりましたね。おお。みんな、本当になんか痩せてますね。おお。みんな上手じゃない？皆さん。上手じゃないですか？また耳とはまた違いますね。このダンスだけ見るのは。Let's go! まゆかさん好きだわ。マコさんも好きだわ。もうみんな好きで困るわ。なんか体がすごくなんていうかな、軽そうですね。ちょっと軽くダンスする感じ。おお、おお、おお、やっぱりこのラッパライン好き。かわいいひさん、かみいひ。こういうステップは好きですね。皆さんもダンスがもっと上手になったんじゃないですか。もちろんやっぱりマッコさんはもうちょっとレベルが違うんですが、あいこいこミーさん、かわいい。ミーさんどうした？ちょっと待って、どうした？マジで、ちょっと待って、どうした？ミーさん。可愛いんじゃないか、あなた。みんな可愛い。そして、うん。それは間違いない。でも、ミーさんすごく可愛い。どうした？ミーさん。どうしたと？オフ。可愛い。はい、皆さん、パフォーマンスの動画はまた、ミュービットはまた違いますね。皆さん、これはもうただのダンスパフォーマンス動画ですし、JYP チャンネルでもなく、ただ、NiziU のオフィシャルチャンネルに、この、アップロードされたのにも、もう200万超えましたね、すでに。すごい。そして、私が皆さんに情報を伝えるって言ったんじゃないですか。それはですね、NiziU のミュービーの中で、NiziU が使ってたアクセサリー、女性の方々は気になると思いますけど、私がこれをどうやって分かったかと言ったらですね、私がもともとからインスタでフォローしてたアクセサリーのアカウントでしたね。それはなんかなんていうかな、めちゃ可愛いですよ。そしてそれで私も、あ、なんか買おうかなーっていう感じで、
去年からずっとなんか見てましたけど、そこで20の写真がいきなり上がってきて、え ?20?20 も使ったってなって、それで、これはこういう情報は、うん、さすがに私しかわからないんじゃないかなと思って、どうでもいい情報かもしれないですけど、とにかく、こんな感じで、ミーヒーさんも、このミロっていうところで、あのアクセサリー、この部屋に使うやつ、それを使いましたし、ニナさんもそうですし、だからこれはなんか韓国の K-POP アイドルとかが結構、なんかここのブランドを結構使いますね。うん。それで、これが有名になったのは、あのブラックピンクのジェニーちゃんが、ここのブランドを使ってから、すごく芸能人の中でも有名になりましたね。このミロっていうブランド。個人のブランドですけど、すごく、今もなんか小さいブランドですけど、アクセサリーが、可愛いアクセサリーがめっちゃ多いですし、そして自分、なんか手作りなんですよ。そして、構成もありますし、値段もそんな高くないですので、皆さんもぜひぜひ見てくださいね。これ案件じゃないですよ、皆さん。私なんてが案件来るわけないです。はい、とにかく、どうでもいいと、誰でも聞いてないと、っていう情報でしたけど、はい、皆さん、これが、少しでもなんか楽しかったら、いいねボタンを押して、チャンネル登録してくださったら、これからも20のなんか情報とか、皆さんにお伝えしたいと思います。はい。ってことで。はい、皆さん、ここからはちょっと私の Vlog っていう感じの私の個人の話なんですけど、皆さん、今日私が明洞に行ってきましたが、結構歩いたんですね。でも、私の足が本当にもう痛すぎてですね、もう、痛って感じで、階段を下がるたびに、上がるたびに、痛なんかマスクがあっていう方です。本当になんか、普通に歩けるふりをしましたね。本当に恥ずかしくて、なんかそう見せたくないからすごく頑張って、うんって感じで歩きました。本当に。明日もピティなんです。怖い。明日は、上が壊れますね。今、下が壊れてますので、これが明日ちょっと治ったら上が壊れますね。怖い。でも皆さん、元気になっていくことですので、楽しみにしてくださいね。そして、明日ぐらいに明洞の、ちょっと、Vlog って感じかな。ちょっと適当っていうか、なんていうかな。視線にちょっとだけ通りましたので、明洞の姿を皆さんにお見せしますので、楽しみにしてくださいね。はい、皆さん。うん。はい。ファイティング。